人生を支える60分、偉人たちの名言集。過去には帽子を脱いで敬意を表し、未来には上着を脱いで立ち向かいなさい。クレア・ブース・ルース、アメリカの女性作家。一人前になるには50年はかかるんだ。こう焦るな、悲観するな。もっと根を深く張るんだ。根を深く張れ。増田幸三、日本の将棋棋士。私は決して障害に屈しはしない。いかなる障害も私の中に強い決意を生み出すまでだ。レオナルド・ダ・ヴィンチ、イタリアの芸術家。真剣に考えるべきことを学んだら残りは笑い飛ばせばいい。ヘルマン・ヘッセ、ドイツの小説家。終着点はどうだっていい。そこへ行くまでの道のりがすべて。ミラ・キャザー、アメリカの女性作家。しばし路傍の草に腰を下ろして道行く人を眺めるがよい。人は決してそう遠くへは行くまい。ツルゲーネ、ロシアの小説家。昔を振り返るのはここでやめにしよう。大切なのは明日何が起きるかだ。スティーブ・ジョブズ、アメリカの実業家。行動する前から叩かれてしまうこともあります。それでも行動するのが本当の勇気です。ハーパー・リー、アメリカの小説家。生きる上で最も偉大な栄光は決して転ばないことにあるのではない。転ぶたびに起き上がり続けることにある。ネルソン・マンデラ、南アフリカの政治家。この世は興味あるもので満ち満ちている。こんな素晴らしい世界でだらだらと人生を送るのはもったいない。デール・カーネギー、アメリカの実業家。悪いことをしたらそれを正さなければならない。それなしには安らぎを手に入れることはできないから。リリアン・ヘルマン、アメリカの女性脚本家。人間は精神が広がる時と閉じこもる時が必ずある。強烈に閉じこもりがちな人ほど逆に広がる時が来る。岡本太郎、日本の芸術家。人生はいいことも悪いことも連れ立ってやってきます。不幸が続けば不安になり気が弱くなるのです。でもそこで運命に負けず勇気を出して不運や不幸に立ち向かってほしいのです。瀬戸内寂聴、日本の女性小説家。最初散々な目に遭う。二度目落とし前をつける。三度目余裕。こういうふうにビッグになっていくしかない。それには散々な目に遭った時落ち込んじゃダメだ。矢沢永吉、日本のロックミュージシャン。世に処するにはどんな難事に出会っても臆病ではいけない。さあ何ほどでも来い。俺の体がねじれるならばねじってみろという了見でことをさばいていくときは難事が到来すればするほど面白みがついてきて物事は造作もなく落着してしまうものだ。勝海舟、幕末の武士。我々が未来に信頼を持つにはまず我々自身を信頼することである。ジョン・F・ケネディ、アメリカの第35代大統領。楽観的であるということは顔を常に太陽へ向け足を常に前へ踏み出すことである。ネルソン・マンデラ、南アフリカの政治家。自分を元気づける一番良い方法は誰か他の人を元気づけてあげることだ。マーク・トウェイン、アメリカの作家。臆病者は勝つと分かっている戦いしかできない。だがどうか負けると知りつつも戦える勇気を。時に勝利よりも価値ある敗北というのもあるのだから。ジョージ・エリオット、イギリスの女性作家。笑ってしまえば全てが面白い。ルイス・キャロル、イギリスの作家。財産よりももっと尊いのは明るい性格だ。人間の心も体と同じだ。日陰にいるのではなく
日光の照る場所に移るべきだ。困ったことがあっても笑いで吹っ飛ばしてしまおう。さあ、日の当たる場所に出ようではないか。アンドリュー・カーネギー、アメリカの実業家。誰もがたくさん持っている今の幸せに目を向けるのです。誰もが持っている過去の不幸は忘れなさい。チャールズ・ディケンズ、イギリスの小説家。日の輝きと暴風雨とは同じ空の違った表情に過ぎない。運命は甘いものにせよ苦いものにせよ好ましい糧として役立てよ。ヘルマン・ヘッセ、ドイツの小説家。自分の能力は自分で使ってみなければわからない。湯川秀樹、日本の理論物理学者。何をやろうとしてもあなたは間違っていると批判する者がいる。その批判が正しいと思わせる多くの困難が立ちはだかる。計画を描き最後まで実行するには勇気がいる。エマーソン、アメリカの思想家。みんな自分の能力を疑いすぎるのです。自分で自分を疑っていては最善を尽くすことなんてできないんです。自分が信じなかったとしたら誰が信じてくれるのでしょう。マイケル・ジャクソン、アメリカのシンガーソングライター。今はまたリスクがあふれている。これはとてもいいことだ。そのリスクを除いて向こう側を見てみるとなんだか大きく化けそうだと思えてくる。スティーブ・ジョブズ、アメリカの実業家。行為する者にとって行為せざる者は最も過酷な批判者である。福沢諭吉、明治の教育者。人間にとって成功とは一体何だろう。結局のところ自分の夢に向かって自分がどれだけ挑んだか努力したかどうかではないだろうか。岡本太郎、日本の芸術家。人間は負けたら終わりなのではない、やめたら終わりなのだ。リチャード・ニクソン、アメリカの第37代大統領。青年よ、大志を抱け。それは金銭に対してでも自己の利益に対してでもなく、また世の人間が名声と呼ぶあの虚しいものに対してでもない。人間が人間として備えていなければならぬあらゆることを成し遂げるため。青年よ、大志を抱け。ウィリアム・スミス・クラック、アメリカの教育家。あなたの夢は何か、あなたが目的とするものは何か、それさえしっかり持っているならば必ずや道は開けるだろう。ガンジー、インドの宗教家。あなたにできること、あるいはできると夢見ていることがあれば今すぐ始めなさい。向こう水は天才であり力であり魔法です。ゲーテ、ドイツの詩人。夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、実行なき者は成果なし、成果なき者は幸福なし。故に幸福を求むる者は夢なかるべからず。渋沢栄一、日本の星。世の人は我を何とも言わばゆえ、我がなすことは我のみぞ知る。坂本龍馬、幕末の志士。他人の意見で自分の本当の心の声を消してはならない。自分の直感を信じる勇気を持ちなさい。スティーブ・ジョブズ、アメリカの実業家。壁というのはできる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人にしかやってこない。だから壁があるときはチャンスだと思っている。イチロー、日本のプロ野球選手。過去ばかり振り向いていたのではダメだ。自分がこれまで何をしてこれまでに誰だったのかを受け止めた上でそれを捨てればいい。スティーブ・ジョブズ、アメリカの実業家。
私は失敗したことがない。ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。トーマス・エジソン、アメリカの発明家。太陽の光と雲一つない青空があって、それを眺めていられる限り、どうして悲しくなれるというの？アンネ・フランク、アンネの日記、著者。名誉を失っても、もともとなかったと思えば生きていける。財産を失っても、また作ればよい。しかし、勇気を失ったら生きている値打ちがない。ゲーテ、ドイツの詩人。人を信じよ。しかし、その100倍も自らを信じよ。手塚治虫、日本の漫画家。どんなに勉強し、勤勉であっても、うまくいかないことがある。これは気がまだ熟していないからであるから、ますます自らを鼓舞して耐えなければならない。渋沢栄一、日本の武士。才能で負けるのはまだ言い訳が立つ。しかし誠実さや勉強、熱心、精神力で負けるのは人間として恥のように思う。他では負けてもせめて誠実さと精神力では負けたくないと思う。武者の工事実篤、日本の小説家。人間は真面目に生きている限り必ず不幸や苦しみが降りかかってくるものである。しかしそれを自分の運命として受け止め、辛抱強く我慢し、さらに積極的に力強くその運命と戦えば、いつかは必ず勝利するものである。ベートーベン、ドイツの作曲家。どうして自分を責めるんですか？他人がちゃんと必要な時に責めてくれるんだからいいじゃないですか。アインシュタイン、理論物理学者。心配事の 98% は取り越し苦労だ。藤村正博、日本のマーケティングコンサルタント。困難を予期するな。決して起こらないかもしれぬことに心を悩ますな。常に心に太陽を持て。ベンジャミン・フランクリン、アメリカの政治家。何でも思い切ってやってみることですよ。どっちに転んだって人間、のべの石ころ同様、骨となって一生を終えるのだから。坂本龍馬、幕末の志士。失敗したからってなんだというのか。失敗から学びを得てまた挑戦すればいいじゃないか。ウォルト・ディズニー、アメリカのエンターテイナー。人生はどちらかです。勇気を持って挑むか、棒に振るか。ヘレン・ケラー、アメリカの教育家。楽観的になりたいなら客観的になることだ。斉藤茂太、日本の精神科医。苦しいという言葉だけはどんなことがあっても言わないでおこうじゃないか。高杉晋作、幕末の志士。さあ元気を出して行動に打って出よう。どのような運命にも立ち向かう勇気を求め、いよいよ励み、いよいよ求め、老苦し時を待つことを学ぶのだ。ロングフェロー、アメリカの詩人。普通と言われる人生を送る人間なんて一人として癒したい。いたらお目にかかりたいものだ。アインシュタイン、理論物理学者。人生のほとんど全ての不幸は自分に関する事柄について誤った考え方をするところから生じる。出来事を健全に判断することは幸福への大きな一歩である。スタンダール、フランスの小説家。失敗とはより賢く再挑戦するための良い機会である。真面目な失敗は何ら恥ではない。失敗を恐れる心の中にこそ恥辱は済む。ヘンリー・フォード、アメリカの実業家。逆風は嫌いではなくありがたい。どんなことも逆風がなければ次のステップに行けないから。イチロー、日本のプロ野球選手。およそ惨めなのは将来のことを不安に思って不幸にならない前に不幸になっている心です。セネカ、ローマ帝国の政治家。今この瞬間にあなたが無常の喜びを感じていないとしたら、理由は一つしかない。自分が持っていないもののことを考えているからだ。喜びを感じられるものは
すべてあなたの手の中にあるというのに。アントニー・デ・メロ。インド出身のカトリック司祭。僕はいい絵や字を見ると自分より優れた人間がこの地上に生きていたことをはっきり知ってありがたくなり、自分も負けていてはすまないと思う。武者小路実篤。日本の小説家。自分のことをこの世の誰とも比べてはいけない。それは自分自身を侮辱する行為だ。ビル・ゲイツ。アメリカの実業家。喜びとは勝利それ自体にではなく、途中の戦い、努力、苦闘の中にある。ガンジー。インドの政治指導者。いいんだ、岡本太郎の責任でやるんだから。岡本太郎。日本の芸術家。行為の動機を重んじ、帰着する結果を思うな。報酬への期待を行為の契機とするものになるな。ベートーヴェン。ドイツの作曲家。耐える心に新たな力が湧くものだ。すべてそれからである。心機一転、やり直せばよいのである。長い人生の中で、そのための1年や2年の遅れは物の数ではない。本田宗一郎。日本の実業家。運は我々から富を奪うことはできても、勇気を奪うことはできない。セネカ。ローマ帝国の政治家。人の世に道は一つということはない。道は百も千も万もある。坂本龍馬。幕末の志士。人間、今が一番若いんだよ。明日より今日の方が若いんだから、いつだってその人にとって今が一番若いんだよ。 A 六助。日本の放送作家。立派な目標と偉大な仕事をやり遂げる道は2つしかない。体力と耐久力である。体力はほんの一握りの恵まれた人間のものである。しかし厳しく身を守り常に耐え抜くことはごく弱小なものでもできるし、大抵の場合目標を達成する。これは彼の無言の力が時が経つにつれ何者にあってもへこたれないほど強力になるからだ。ゲーテ。ドイツの詩人。気の塞いだ馬を見たことがあるか。しょげ返った鳥を見たことがあるか。馬や小鳥が不幸にならないのは仲間にいい格好を見せようとしないからだ。デール・カーネギー。アメリカの実業家。幸福の秘訣はこういうことだ。あなたの興味をできる限り幅広くせよ。そしてあなたの興味を引く人や物に対する反応を敵意あるものではなく、できる限り友好的なものにせよ。バートランド・ラッセル。イギリスの哲学者。豊かさと平和は臆病者を作る。苦難こそ強さの母だ。シェイクスピア。イギリスの劇作家。私たちの務めは成功ではない。失敗にも負けず、さらに進むことである。スティーブンソン。イギリスの小説家。もしもこの世が喜びばかりなら、人は決して勇気と忍耐を学ばないでしょう。ヘレン・ケラー。アメリカの教育家。涙で目が洗えるほどたくさん泣いた女は視野が広くなるの。ドロシー・ディックス。アメリカのジャーナリスト。希望があるところに人生もある。希望が新しい勇気をもたらし強い気持ちにしてくれる。アンネ・フランク。アンネの日記。著者。どんな人だって成功できる。自分にそう何度も言い聞かせ続けていれば絶対に成功できるのです。ジョン・レノン。イギリスのミュージシャン。何を笑うかで人間がわかる。何でも笑えば人間は変わる。斉藤茂太。日本の精神科医。何より大事なのは人生を楽しむこと、幸せを感じること、それだけです。オードリー・ヘプバーン。イギリスの女優。あなたの人生を代わりに生きてくれる人はいないわ。ドリー・パートン。アメリカのシンガーソングライター。人生は至って単純。競争なんて本当は存在しないし、勝たなきゃいけないレースもない。スザンヌ・サマーズ。イギリスの女優。後ろ向きなやり方ではとても生きてはいけないよ。わかるかい。前向きに進むんだ。毎日が
新しい日なんだから。ボブ・マーリー、ジャマイカのレゲエミュージシャン。このまま行けと僕の中の僕が命じるんだ。ゴッホ、オランダの画家。逃げない、晴れ晴れと立ち向かう、それが僕のモットーだ。岡本太郎、日本の芸術家。やるだけのことはやって、あとのことは心の中でそっと心配しておればいいではないか。どうせなるようにしかならないよ。勝海舟、幕末の武士。数えきれないほど悔しい思いをしてきたけれど、その度におふくろの我慢しなさいって言葉を思い浮かべて、なんとか笑ってきたんです。手塚治虫、日本の漫画家。必要なことはただ一つ、できると信じることだ。アンソニー・ロビンズ、アメリカの講演家。取り返しのつかない大きな失敗をしたくないなら、早い段階での失敗を恐れてはならない。湯川秀樹、日本の理論物理学者。失敗を恐れるな。失敗することではなく、目標が低いことが罪なのだ。大きな挑戦ならば、失敗さえも栄光となる。ブルース・リー、香港の武術家。下を向いていたら虹を見つけることはできないよ。チャップリン、イギリスの俳優。悪いことが起こるのは我々の身に降りかかる最悪の事態ではない。最悪の事態は何も起こらないことである。リチャード・バック、アメリカの作家。人生は一枚の銀貨のようなものだ。それをどう使おうと勝手だが、使えるのはたった一度きりである。セルバンテス、スペインの小説家。いいですか、いくらのろくても構いませんよ。大切なことはね、いつでも前を向いて自分の足で自分の道を歩くことですよ。相田光雄、日本の詩人。束縛があるからこそ私は飛べるのだ。悲しみがあるからこそ私は高く舞い上がれるのだ。逆境があるからこそ私は走れるのだ。涙があるからこそ私は前に進めるのだ。ガンジー、インドの政治指導者。どうやって生きるかなんてことは誰も他人に教えられないよ。それは自分自身で見つけるものだ。ボブ・マーリー、ジャマイカのレゲエミュージシャン。幸せはいつも自分の心が決める。相田光雄、日本の詩人。気に入らないことがあればそれを変えなさい。変えることができなければ自分が変わりなさい。マヤ・アンジェロー、アメリカの作家。踏まれても踏まれても我は起き上がるなり、青空を見て微笑むなり、星は我に光を与え賜うなり。武者の小路実篤、日本の小説家。人生は後ろ向きにしか理解できないが、前を向いてしか生きられない。キルケゴール、デンマークの哲学者。もしもあなたがどこに行くか迷っていても、道が導いてくれる。ルイス・キャロル、イギリスの作家。人生で最も大切なことは、遥か彼方にあるものを見ようとすることではなく、目の前にはっきり見えるものをきちんと実行することだ。トーマス・カーライル、イギリスの思想家。満足感は結果にではなく過程にこそある。ジェームズ・ディーン、アメリカの俳優。医師には代用品がない。自分の中に意思を全く感じられないときは、嘘でもいいから意思を作ることだ。スコット・フィッツジェラルド、アメリカの小説家。結局のところ最悪の不幸は決して起こらない。大抵の場合不幸を予期するから悲惨な目に遭うのだ。バルザック、フランスの小説家。あなたにできることをしなさい。今あるもので、今いる場所で。セオドア・ルーズベルト、
アメリカの第26代大統領。自分にはそれができないといった瞬間から、可能性の道は閉ざされてしまう。同じ能力の持ち主でもプラス思考で取り組んだ人はうまくいき、マイナス思考で取り組んだ人はうまくいかない。まさに人間は自分が考えた通りの結果を手にするのである。ウィリアム・ジェームズ、アメリカの哲学者。ユーモアを失わないように戦うのだ。ユーモアの欠如は愚の骨頂だ。ジャン・コクト、フランスの詩人。元気を出しなさい。今日の失敗ではなく、明日訪れるかもしれない成功について考えるのです。ヘレン・ケラー、アメリカの教育家。あの時のあの苦しみも、あの時のあの悲しみも、みんな肥料になったんだな。自分が自分になるための。相田光雄、日本の詩人。あらゆる災難は忍耐によって克服できる。ヴェルギリウス、古代ローマの詩人。人生には解決法なんかないんだ。あるのは前に進む力だけだ。解決法は後からついてくるものさ。サンテグジュベリー、フランスの作家。賢い人は徹底的に楽天家である。アンドリュー・カーネギー、アメリカの実業家。自分ならできると信じればもう半分は終わったようなものだ。セオドア・ルーズベルト、アメリカの第26代大統領。誰もの心に何かに向かって燃える火があります。それを見つけ燃やし続けることが私たちの人生の目的なのです。メアリー・ルー・ベット、アメリカの元体操選手。人は何度やり損なってももう一遍の勇気を失わなければ必ずものになる。松下幸之助、日本の実業家。たとえ僕の人生が負け戦であっても僕は最後まで戦いたいんだ。ゴッホ、オランダの画家。敗北、私はその言葉の意味を存じ上げません。マーガレット・サッチャー、イギリスの女性首相。じっくり考えろ。しかし行動する時が来たなら考えるのをやめて進め。ナポレオン・ボナパルト、フランスの皇帝。たとえ一人になろうとも全世界に立ち向かいたまえ。世界から血走った目で睨まれようとも君は真っ向から世界を見据えるのだ。恐れてはならない。君の心に響く小さな声を信じたまえ。ガンジー、インドの宗教家。人に望まれ称賛される勇気は美しく死ぬ勇気ではなく男らしく生きる勇気である。トーマス・カーライル、イギリスの歴史家。不屈に屈してはならない。むしろ大胆に不幸に立ち向かうのだ。ヴェルギリウス、古代ローマの詩人。何事も成功するまでは不可能に思えるものである。ネルソン・マンデラ、南アフリカの政治家。行動を起こし今をつかめ。人は怪になるために作られたのではない。セオドア・ルーズベルト、アメリカの第26代大統領。成功が上がりでもなければ失敗が終わりでもない。肝心なのは続ける勇気である。ウィンストン・チャーチル、イギリスの政治家。人生は恐れなければとても素晴らしいものなんだよ。人生に必要なもの、それは勇気と想像力、そして少しの金だ。チャップリン、イギリスの俳優。どんな人間も自分が思っている以上のことができる。ヘンリー・フォード、アメリカのモーター創業者。もしもこの世が喜びばかりなら人は決して勇気と忍耐を学ばないでしょう。ヘレン・ケラー、アメリカの教育家。過去から学び今日のために生き未来に対して希望を持つ。大切なことは何も疑問を持たない状態に陥らないことである。
人間は希望と創造の生き物である。それら二つは物事は変えられないという考えが間違っていることを教えてくれる。トム・クランシー、アメリカの作家。希望とは世界の状態ではなく心の状態である。希望、この深く力強い感覚は物事がうまくいっている時の喜びや成功が明らかな企業に投資する意欲などとは全く異なるものだ。むしろ価値があるという理由で働くことのできる能力である。ヴァーツラフ・ハヴェル、チェコの劇作家。希望には羽が生えていて魂に止まる。エミリー・ディキンソン、アメリカの女性詩人。希望は人を成功に導く信仰である。希望がなければ何事も成就しない。ヘレン・ケラー、アメリカの教育家。強い精神は常に希望を抱き希望の根拠を持つ。トーマス・カーライル、イギリスの歴史家。神は現世におけるいろいろな心配事の償いとして我々に希望と睡眠を与えた。ボルテール、フランスの作家。健康を持つ人は希望を持つ。希望を持つ人は全てを持つ。トーマス・カーライル、イギリスの歴史家。発見の旅とは新しい景色を探すことではない、新しい目で見ることなのだ。マルセル・プルースト、フランスの作家。吹いている風が全く同じで、ある船は東へ行き、ある船は西へ行く。進路を決めるのは風ではない、帆の向きである。人生の航海でその行く末を決めるのは凪でもなければ嵐でもない、心の持ち方である。エラ・ミラー、アメリカの女性作家。あなたの運命が形作られるのはあなたが決断する瞬間なのです。アンソニー・ロビンス、アメリカの自己啓発家。今日という日は残りの人生の最初の日である。チャールズ・ディードリヒ。人々はよく人生を変化させてしまった出来事を恨む。でも人生を変えるのは出来事ではなく私たちが持たせた意味なのだ。アンソニー・ロビンス。心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。サンテグチビリ、フランスの作家。あなたにとっての最も大きな冒険はあなたの夢に生きること。オプラ・ウィンフリー、アメリカの女性テレビ司会者。あなたの時間は限られている。だから他人の人生を生きたりして無駄に過ごしてはいけない。ドグマにとらわれるな。それは他人の考えた結果で生きていることなのだから。他人の意見が雑音のようにあなたの内面の声をかき消したりすることのないようにしなさい。そして最も重要なのは自分の心と直感を信じる勇気を持ちなさい。それはどういうわけかあなたが本当になりたいものをすでによく知っているのだから。それ以外のことは全部二の次の意味しかない。スティーブ・ジョブズ、アメリカの実業家。我々は真に勇気ある人間であったか、すなわち敵に対抗する勇気のほかに必要な場合には自己の仲間に対しても抵抗するだけの勇気を持っていたか。私利私欲に抵抗する勇気だけでなく多数の圧迫に抵抗する勇気を持っていたか。ジョン・F・ケネディ、アメリカの第35代大統領。勇気とはあえて危険を冒す能力であり、苦痛や失望をも受け入れる覚悟である。エーリヒ・フロン、ドイツの心理学者。勇気の気持ちを味わいたければ
ありったけの気力を振るって勇者らしく振る舞うことだ。ウィリアム・ジェームズ、アメリカの哲学者。マイルス・デイビスはブーイングを浴びた。ハンク・ウィリアムはブーイングを浴びた。ストラヴィンスキーもブーイングを浴びた。あなたもたまにブーイングを浴びないと何者でもなくなる。ボブ・ディラン、アメリカのミュージシャン。青年時代に悲観していてはいけません。徹底的に戦うのです。魯迅、中国の小説家。今の状況がどれほど苦しく救いのないものに思えても、それを変える道が必ずあることを分かってほしい。アンソニー・ロビンズ、アメリカの講演家。富を失う者は多くを失い、友人を失う者はさらに多くを失う。しかし勇気を失う者は全てを失うことになる。セルバンテス、スペインの小説家。自分で引き寄せる出来事に偶然はないのだ。たとえそれが不愉快でも学ぶ必要はある。問題を直視するべきだ。リチャード・バック、アメリカの作家。気骨のある人は困難に対して特別な魅力を感じるものだ。なぜなら困難に立ち向かってこそ自分の潜在能力に気づくのだから。シャルル・ド・ゴール、フランスの軍人。夢や願望を抱いているだけでは山は動かせない。失敗のリスクをあえて負う信念が必要です。メアリー・ケイ・アッシュ、アメリカの会社創業者。ズーズーしさが同行して遠慮が不十分なところで能力が開花する。ゴルダ・メイヤー、イスラエル女性首相。信じる者は強く、疑いを抱く者は弱い。強い信念があって初めて偉大な行動がなされる。ルイーザ・メイ・オルコット、アメリカの女性小説家。世界は常に勇気ある者のための劇場である。ウィリアム・ジェームズ、アメリカの哲学者。過去から学び、今日のために生き、未来に対して希望を持つ。大切なことは何も疑問を持たない状態に陥らないことである。アインシュタイン、理論物理学者。人間は希望と創造の生き物である。それら2つは物事は変えられないという考えが間違っていることを教えてくれる。トム・クランシー、アメリカの作家。希望とは世界の状態ではなく心の状態である。希望、この深く力強い感覚は物事がうまくいっている時の喜びや成功が明らかな企業に投資する意欲などとは全く異なるものだ。むしろ価値があるという理由で働くことのできる能力である。バーツラフ・ハヴェル、チェコの劇作家。希望が人間を作る。大いなる希望を持て。テニス、イギリスの詩人。青春とは心の若さである。信念と希望にあふれ、勇気に満ちて日に新たな活動を続ける限り、青春は永遠にその人のものである。松下幸之助、日本の実業家。希望はそれを求める気の毒な人を決して見捨てはしない。ジョン・フレッチャー、イギリスの劇作家。希望には羽が生えていて魂に止まる。エミリー・ディキンソン、アメリカの女性詩人。あなたの大きな夢を萎えさせるような人間には近づくな。大したことない人間ほど人の夢にケチをつけたがるものだ。真に器用の大きな人間は自分にも成功できると思わせてくれる。マーク・トウェイン、アメリカの作家。本当に大胆な冒険は自分の中から始まる。ユードラ・ウェルティ、アメリカの女性作家。本当に心が傷つくのは夢を奪われること。パール・バック、アメリカの女性小説家。この世界に安全などない。チャンスが
あるだけだ。ダグラス・マッカーサー、アメリカの軍人。行動には常に危険や代償が伴う。しかしそれは行動せずに楽を決め込んだ時の長期的な危険やコストと比べれば取るに足らない。ジョン・ F ・ケネディ、アメリカの第35代大統領。一旦志を抱けば、この志に向かってことが進歩するような手段のみを取り、卑しくも弱気を発してはいけない。たとえその目的が成就できなくても、その目的への道中で死ぬべきだ。坂本龍馬、幕末の志士。自分の目標を達成している人、あるいは今の自分に本当に満足している人にはめったに出会うものではない。それなのに人生を左右するような問題の選択を大多数の意見に委ねるべきだろうか。キングスレイ・ボーン、カナダの実業家。この動揺する時代に自分までぐらつくのは災いを増すばかりだ。己の志を守って譲らぬ者だけが世の中を作り上げていくのだ。世間には大志を抱きながら大志に溺れて何一つできない人がいる。言うことは立派だが実力が伴わない。世の失敗者にはとかくこういう人が多い。松下幸之助。運命は志ある者を導き、志なき者を引きずってゆく。セネカ、ローマ帝国の政治家。年を取ったからこんなことはできない、そう思ったら今すぐやった方がいいわ。マーガレット・デランド、アメリカの女性作家。私は固く信じている。すべての善の行動は最後は必ず実を結ぶ。ガンジー、インドの弁護士。新しいことに挑戦するときに最も大切なことは、現在の自分の能力を考慮してできるかできないかを予測することではなく、やる気があるかないかである。これを忘れてはならない。斉藤茂太、日本の精神科医。諦めなければ必ず道はある。必ず。豊田佐吉、トヨタグループ創業者。危険だという道は必ず自分の行きたい道なのだ。岡本太郎、日本の芸術家。いつか空の飛び方を知りたいと思っている者は、まず立ち上がり、歩き、走り、登り、踊ることを学ばなければならない。その過程を飛ばして飛ぶことはできないのだ。ニーチェ、ドイツの哲学者。どこまでも勝ち抜き、どこまでも生き抜くためには勇敢であることが必要なのだ。そして勇敢の第一の条件は、生命を捨てるのを恐れずに戦うということだ。それも弱者のため、自分の保護を要求する人のために身を犠牲として戦う。これが勇敢な者の特質である。武者の小路実篤、日本の小説家。小さい夢は見るな。それには人の心を動かす力がないからだ。ゲーテ、ドイツの詩人。何を捨てるかで誇りが問われる。何を守るかで愛情が問われる。スティーブ・ジョブズ、アップル創業者。新しい門出をする者には新しい道が開ける。相田みつを、日本の詩人。同じことを繰り返すくらいなら死んでしまえ。岡本太郎、日本の芸術家。夢を捨てるとき、この世は存在しなくなる。ウィストン・チャーチル、イギリスの政治家。成功した人間とは一つの道を選び、そこから離れなかったものだ。アンドリュー・カーネギー、
アメリカの実業家。なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない。ジョージ・エリオット、イギリスの女性作家。偉人なくして偉業はない。そして偉大になろうと決意した人物だけが偉人となるのだ。シャルル・ド・ゴール、フランスの軍人。我々は高みに憧れるが、歩き出すことには無関心だ。山々を望みながら平らな道を歩きたがる。ゲーテ、ドイツの詩人。やったことはたとえ失敗しても20年後には笑い話にできる。しかしやらなかったことは20年後には後悔するだけだ。マーク・トウェイ、アメリカの作家。男子は生ある限り理想を持ち、理想に一歩でも近づくべく坂を登るべきである。坂本龍馬、幕末の詩人。アインシュタインの言葉。疑いもせずに権力を重んじることは真実を最も遠ざける行為だ。空想は知識より重要である。知識には限界があるが、想像力は世界を包み込む。6歳の子供に説明できなければ理解したとは言えない。人間性について絶望してはいけません。なぜなら私たちは人間なのですから。ある年齢を過ぎたら読書は精神をクリエイティブな探求から遠ざける。本をたくさん読みすぎて自分自身の脳を使っていない人は怠惰な思考習慣に陥る。たとえ国家が要求しても良心に反することをしてはいけない。過去から学び、今日のために生き、未来に対して希望を持つ。大切なことは何も疑問を持たない状態に陥らないことである。誰かのために生きてこそ人生には価値がある。この世は危険なところだ。悪いことをする人がいるためではなく、それを見ながら何もしない人がいるためだ。人生には2つの道しかない。一つは奇跡など全く存在しないかのように生きること。もう一つは全てが奇跡であるかのように生きることだ。宇宙について最も理解しがたいことは、それが理解可能だということである。私の学習を妨げた唯一のものは私が受けた教育である。成功という理想はそろそろ奉仕という理想に取って代わられて叱るべき時だ。知識人は問題を解決し、天才は問題を未然に防ぐ。物事はできる限りシンプルにすべきだ。しかしシンプルすぎてもいけない。常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを。成功者になろうとするのではなく、むしろ価値のある人間になろうとしなさい。同じことを繰り返しながら違う結果を望むこと、それを狂気という。無限なものは2つあります。宇宙と人間の愚かさ。前者については断言できませんが、優れた科学者を生み出すのは知性だと人は言う。彼らは間違っている。それは人格である。教えるということは、こちらが差し出したものが辛い義務ではなく貴重な贈り物だと感じられるようなことであるべきです。自分自身のことについて誠実でない人間は他人から重んじられる資格はない。一見して馬鹿げていないアイデアは見込みがない。
知的なバカは物事を複雑にする傾向があります。それとは反対の方向に進むためには少しの才能と多くの勇気が必要です。偉大な精神を持つ人々は平凡な人々から強い反発を受けるのが常だ。平凡な人というのは過去の慣習に盲目にならず勇敢に意思表示する人々のことを理解できないのだ。神はいつでも公平に機会を与えてください。真の知性とは知識ではなく想像力だ。私には特別な才能などありません。ただものすごく好奇心が強いだけです。弱い態度をとっているといずれ弱い性格になってしまう。挫折を経験したことがないものは何も新しいことも挑戦したことがないということ。平和は強制できるものではない。それは理解することでしか到達することができないものだ。私の信念は弱さや儚さの中に存在する卓越した精神への謙虚な賛辞から成り立っている。私は賢いのではない。問題と長く付き合っているだけだ。正規の教育を受けて好奇心を失わない子供がいたらそれは奇跡だ。どんなに実験を繰り返しても私が正しいことは証明できないけれど、たった一度の実験で間違っていることは証明できる。情報は知識にあらず。すべての宗教、芸術、科学は同じ一つの木の枝である。人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる。現実とはただのまやかしだ。とてもしつこいがね。羊の群れの中で最も完璧な羊とは、中でも一番羊らしい羊だ。私は先のことなど考えたことがありません。すぐに来てしまうのですから。困難の中に機会がある。問題は抱えた時と同じ考え方でいる限り解決したい。科学は素晴らしいものだ。もし生活の糧をそこから得る必要がないのなら、人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない。自分自身の目で、自分自身の心で感じる人はとても少ない。真実とは経験という試練に耐えうるもののことである。学べば学ぶほど自分がどれだけ無知であるか思い知らされる。自分の無知に気づけば気づくほどより一層学びたくなる。愛は義務より良い教師である。天才とは努力する凡才のことである。大切なのは疑問を持ち続けることだ。神聖な好奇心を失ってはならない。純粋な数学とは理論的思考が織りなす詩である。ほとんどの教師が生徒に知られないことを発見させようと質問ばかりして時間を無駄にしている。この世に存在する困難に直面し、それを理解しようとしたとき、自分の知能が全くもって役に立たないということに気づく。人はそれを理解できる程度知能しか持ち合わせていないのだ。教育の目的は
社会が直面する最重要課題の解決に力を尽くすために、自ら考え行動できる人間を育てることでなければならない。ナショナリズムとは幼児病で、いわば人類が患うはしかのようなものだ。人は誰もが天才です。しかし木登りする能力で魚を判断したら、魚は一生自分は愚かであると信じて生きることになるでしょう。知っていることに気づかせること、知るための方法に気づかせることを目的とするのは意味のある質問であり、本当の教育だ。普通といわれる人生を送る人間なんて一人としていやしない、いたらお目にかかりたいものだ。どうして自分を責めるんですか。他人がちゃんと必要な時に責めてくれるんだからいいじゃないですか。自然が見せてくれている姿はライオンの尻尾ほどでしかない。しかし私はライオン自身が自然の一部であり、彼自身巨大なその体全体を見渡すことができないと知っている。兵役を指名された人の 2% が戦争拒否を声明すれば、政府は無力となります。なぜならどの国もその 2% を超える人を収容する刑務所のスペースがないからです。重要なのは疑問に思う心をなくさないこと。探求心は存在しているだけで意味がある。大切なのは自問自答し続けることである。手段の完璧さと目的の混乱、この2つが私たちの主な問題に見える。愚者と天才の違いといえば、天才には限度があるということだ。神の前において我々は平等に賢く、平等に愚かである。男は結婚するとき女が変わらないことを望む。女は結婚するとき男が変わることを望む。お互いに失望することは不可避だ。シンプルで控えめな生き方が誰にとっても体にも心にも最善であると信じています。人が恋に落ちるのは万有引力のせいではない。宗教なき科学は不完全である。科学なき宗教は盲目である。何かを学ぶためには自分で体験する以上にいい方法はない。可愛い女の子と1時間一緒にいると1分しか経っていないように思える。熱いストーブの上に1分座らせられたらどんな1時間よりも長いはずだ。相対性とはそれである。私はそれほど賢くはありません。ただ人より長く一つのことと付き合ってきただけなのです。このことわざには真実がある。人に対して正しく賢明な助言をすることはできる。しかし自分が正しく賢明に振る舞うことは難しい。恋に落ちることは愚かな行為だとは言い切れないが、重力にその責任はないだろう。どんな条件であれ私には確信がある。神は絶対にサイコロを振らない。偏見のある社会環境で冷静な意見を述べられる人は限られている。それどころか意見を持つことさえできない人がほとんどだ。人間の知識と技術だけでは暮らしを幸福で尊厳のあるものにはできない。人類は客観的真実を見出すことに高い道徳基準と価値を置くものだから。オーディオブックチャンネルでは七味春五郎が YouTube 連載小説「声に出して読みたい名作劇場」朗読名言伝
といった企画のほか、丸竹書房掲載の雑学記事などの朗読動画を公開していきます。よろしければチャンネル登録、評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。